嬉しいことを言ってくれるではありませんか。弾いてみたい曲、この曲が弾いてみたい。子供たちも夢を叶えてドラえもん、ちいかわ、ミックスナッツなど好きな曲、弾いてみたい曲があるということは本当に幸せだと思います。個人の能力や長所をちゃんと見極めて、あ、できた、かわいいな、できた、この子は偉いな、すごいな、良い子だ、褒めて伸ばす、これが一番でございます。今日も異端調の曲をお届けいたします。
できるお野菜はごぼうである。ピンポン。バナナツでバナナ。ピンポン。仲良しのチームが持っているのは仲良し。いじめ虐待お子様アドラーピアノレッスン。仲良しのチームが持っているのはわわ。先生との相性もピアノが長続きするコツでございます。次の問題。開いたり閉じたりするのは開いたり閉じたり。これはとでございます。ピンポン。上から見ても下から見ても全く同じ。読み方をする鳥とはコンコンコン、あコンコンコン、キツツキです。ピンポン。上から読んでもトマト、下から読んでもトマトです。それでは今度は鳥は鳥でも、あや鳥、しり鳥、あなたかわいいわね、よくできるわ、素晴らしいわ。人をたたえる鳥というのはおだて鳥。ピンポン。いつもドキ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 しているのはどんな象？象は象でも。いつもドキドキしているのは心臓。ピンポン。お絵かき小僧に落書き小僧、みんな違ってみんな良いのです。楽しくちゃんと先生にいろんなことを話してくれます。完璧を求めずにできた。これが今大切ではないでしょうか。お子様の安全管理はもちろん、子どもたちがちゃんとピアノが楽しく学べるように先生もしっかり読譜力もサポートしております。平音記号の位置も一緒に読む、書く、読む、書く、音読効果。一辺も1、2、2文字、ワルツは1、2、3、1、2、3。ゆっくり慌てずに自分のペースで楽しく学ぶのが一番だと思います。基本も身につく。音読効果に大賛成。はい、大賛成。はい、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 触れてくれる、好奇心を持ってちゃんと弾いてくれる、これはとっても素晴らしい成果だと思っております。それではまた。毎日のイカちゃんドレミファウンブイメちゃん、隅っこ暮らしから北の野望からちいかわモーツァルトちゃん、ドビュッシーからブルグミラ、何でもお任せくださいな。にらめこしましょう、アップブー。笑うと負けよ、アップブー。
指相撲に顔見相撲。よし、行くぞ。負けた。指相撲に顔見相撲。発狂のことのこと。のこと。子供たちと遊ぶ。これもとっても大切でございます。朝残が9、あ午後25。6636。1050は20、ピンポン。20×5 は、あ、100、あ、ピンポン、あ、天才。100×5 は500。500÷5 は100、ピンポン。100+30。130、ピンポン。それでは、またね。毎日絶好調。皆さんも長い目で温かく見守ってあげてくださいね。必ず先生がしっかり読譜からサポートしております。ピアノを弾くならぜひソルフェージュからダジャレなぞなぞ、楽器の楽しさ、これも学べます。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ。さらにキラキラお星さま、パパミレレレレレラララソ、ラララシドドドシシシシラ、ソソソラララララシド。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ。天才。日頃いろんな曲を弾くことでドレミの絶対音感に聞いたことのある曲を耳でコピーして弾けるようになります。慌てない、慌てない、ブレイクタイムも必要でございます。それではね、皆さんも自分を大切に、自分なんかダメよと思ってはいけません。自分なんかダメよと思っては本当にいけません。自信を持ってね。それではね。またねー。